こんにちは。こんにちは。ひょんちゃんです。いや、んーです。はい、今回の動画はですね、はい、この前、うん、私が韓国に送ったお土産の中で喜ばれたものについて話したんじゃないですか。ね、今回は私が韓国に持って行きたいことについてお話をしてみようかと思います。なるほど。近々でね、韓国に帰る予定がありますから、その時に持って帰りたいもの。うん、そう。なるほど。やっと私が韓国に行くようになりました。3年ぶりですか？そうですよね。うん。あのこの動画がオープンした後にすぐ韓国に帰ることじゃなくて、多分動画は8月にオープンする予定なんです。韓国に帰った動画をね、8月ぐらいにアップする。というわけで私が日本から持って行きたいことについてお話をしてみようかと思います。はい、お願いします。はい、というわけで、まあ、ヒョンちゃんもこの韓国に帰れなかったこの3年間の間に日本でさ、いろんな生活の中でこれがないともうちょっと生きていけないなっていうのがあるよね。できていってますからね、うんうんうん、まあ、そういうのを持っていきたいっていうことですか。うーん、でもさ、うん、これは、まあ、自分で好きなものは持っていってもさ、うん、意味がないんじゃん。あ、なるほど。うん、私は3年ぶり行くことだから、うん、もう家族の中心とか友達の中心になってるから、はいはいはい、そういうことに合わせて持っていきたいものをちょっとお話ししてみようかと思うんですけど、うん、なるほどね、まずね、うん、これ本当に本気で持っていきたいんですよ。イオンモールイオンモールっていうのは建物全部ってことですか？ちょっと持ってよ、ここも。もうイオンモールってこのぐらいのサイズじゃなかったよね。漫画ならできるんですけど持っていきたい。あのさ、ああ、私がなぜそう思ってるって、そういうことをまず説明したら、うん、うちの家族は、うん、私が帰る前にいろんなことを気軽く頼まれたりするんですよ。はいはいはい、私がタダで買うことでもないんですけど、うん、なんかさ、欲しいものがいっぱいあるからね。人間って欲しいものがどんどん出てくるんですね。そうそう、特にうちのお母さん。自分がお世話になった人の、うん、そういうお土産をなぜ私が買うか分かんないんですよ。近所の人に配りたいからくれって。あれはなぜ私が買うの？それ自分でなんか用意してるよ。だからさ、うん、そういうお土産を私が本当にイオンモールで全部買うんですよ。だいたいイオンモールで揃えてんだ。うん、全部イオンモールで買うからね。便利ですね、イオンモールはね。イオンモールが私もうちの近くにあるわけじゃないんですよ。なんかバス乗ってから行くことなんですから、行く日を決めてから行くわけなんでしょ、うん、あ、楽しみにしてね。そう、明日はイオンモールだぞっ て、なんか頼まれたリストをなんかそうやって書いてさ、そのリストの通りで買って、もう私は戻ったよ家に、うんうん、あとお母さんが、あ、ひょんちゃん私これも欲しいなんですよ。あ、追加で来ると。そう、じゃあイオンモールを持っていったらそんな悩みないじゃない。イオンモールが韓国にあれば、そう、そこへ行って買ってくると。そうそう、うん、だから自分たちが好きなものを買えばいいんじゃない。なるほどね、うん、なんでそんなイオンモール好きなんですか。あ、大好き。私見るだけも好きだから見るだけでも楽しいんだ。まあほぼ見るだけに行く時も多いよ。そう、うん、まあまあ行ってなんかご飯食べたりね。ああ、そうそうそう、はいはいはい、遊園地みたいな。ああ、私にとってはそうですよ、ね、本当にいろんなものあるんですよ。あ、そう、うん、あ、そうって私も知ってるけど、うんうん、本当にね、ないことがないんだよ。だからまあイオンモールは韓国にはちょっと今あるかないか分かんないけども、うん、まああんまないよね、あったとしても多分ね。商品が違うじゃん。そっか、うん、あのもう仮にあったとしても韓国のも売ってるからね。あ、もちろんもちろん。はい、2つ目、うん、2つ目はもう前も言った気がするんですけど、はい、調味料。調味料、うん、調味料もなんかいっぱいあるじゃないですか。日本に来てから気になった調味料もあるんですよ、うん、だからあれをね、持って行って、うん、うちの家族にもね食べさせてあげたいんですけど、これがなかなかさ、調味料も結構重いんですよ。まあ、大体液体だもんね、調味料って言うとね、うんうん、だからそれ優先順位として、ああ、まあ、先にならないね。なるほどね、荷物にも、うん、まあ、持っていける荷物も限られてるから、うんうん、まあ、一番私の荷物が1位だし、うん、服とか化粧品とかね。そう、そう、あと次が家族のお土産とか、うん、友達のお土産になるから、はい、私は一人なのに荷物だらけになったらちょっと面倒くさくなるし、うん、確かにね、うちの地下がなんかインチョン空港からまた時間かかるんですよ、うん、結構離れてるね。そう、だからあそこまで一人で行くようになるんですけど、うん、
と厳しくなるからね。なるほど、うん、具体的に何を持っていきたいですか。メンチューとポンジュとサラダドレッシングかな、うんうん。あ、サラダドレッシングとしたらまたサラダドレッシングあるよって韓国にと言われるかもしれないですけど、はいはい、いやポン酢もメンツも多分あるんですよね。あるのそういう話じゃなくて、うん、私が好きなプレートのことが別にあるんですよ。なんかサラダドレッシングの同じなんですよ、味がね。なんとか味とかどこどこのこれとかね。そうそうそう、だからそういうことの話だから、まあ、韓国にあるのは知ってるし、うん、手に入るんだろうけども、まあ、一般的じゃなかったり、うん、簡単じゃなかったりするから持っていきたいと、うんうん、ドレッシングはまあいいよ、サラダにかけるからね、うん、まあ、ポン酢とかはど何にどうやってつけて食べたいわけ。韓国のものでしょ。あのうちの家でさ、うん、そういう鉄板があって、はそういう三角形あるね、うん、家族でそういう丸の形としてこうやって座ってさ、うん、囲んで、うんうん、あの焼いて食べたりするんですけど、やっぱお家でやるんだ三角形、うんうん、あれもいいんですけど、うん、なんかしゃぶしゃぶとしてポン酢つけてサラダと一緒に食べたらさっぱりとして、はいはいはい、なんか夏ともっと合うんじゃない。そうだね、うん、だから今の時期に食べたら、うん、もっと美味しいんじゃないかなとさ、まあ、確かに韓国のさ、うん、お肉の食べ方って結構ヘビーじゃん、うん、焼いたりもつけたりで、うんうんうん、油そのままをダイレクトに食べることだから、うんうんうん、まあ、冷しゃぶとかね、しゃぶしゃぶとかでさっぱりの食べ方だと美味しい、うんうん、さらに美味しく、うん、食べれそうですね、うん、だからせっかく私が日本から来てたから、うん、そういうことを教えてあげたいんですけどなかなか順位でねそっか、うん、下になっちゃうんですよね。なんかしょっちゅう行ったら分かるんですけど、うん、私が3年ぶり行くことになるから。確かにね、うん、3年ぶりに帰ってきてこうやってポン酢持って帰るっていうのもなんか変だしね。そうそう、なんか重いしねあなたと一緒に行くことになったら、うん、なんとかと荷物を分けてさ、うん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 、できるんですけど、優先順位、私の服とか優先順位低いからねポン酢の次が私の服最後、はい、最後は、うん、お兄ちゃんにより好きなものなんですけど、ね、お兄ちゃんはどれだけ好きか知らないけど好きじゃないねじゃあいろんなものが上じゃない、うん、ポン酢より下お兄ちゃんポン酢より下、うん、すごいねあのお姉ちゃんがオリを買って、うん、なんか家族としてさいるんですけど、ワンちゃんね、うん、私も一、うん、回も会ったことないんですよ。まあ会ったことないんだよね、うんうん、日本にひょんちゃんは日本に来てからワンちゃん飼い始めたから、うんうんうん、写真とか、うん、動画だけ見たからね、うん、なんかやっとね実際会えると、おー泣きそう、うん、ひょんちゃん柴犬好きだからね。好きだし、あの子は本当に賢いんですよ。本当おデートしたらもうすっごいあげたら本当に賢い、大体あるんじゃない、うん、そうなの、うちの子だけじゃないあの子だけじゃないあの脳裏にね、うん、いろんなことを買って帰りたいんですけ ど、はいはい、なかなか難しいんですよ。なんで餌とかもダメだし、うん、ダメなの餌は、うん、厳しい。あと服とかもサイズを分かんないんですよ、うんうん、実際会ったことないから写真でしか見たことないからね。あ、そうそう、本当はめちゃくちゃ巨大かもしれない、うんうん、10キロぐらいでちっちゃいって言ってるけど、まあ分かんない ね、 分かんないね、会ったことないから、まあ、まだ子供だしまだ大きくなるかもしれないですね。そうそうそう、なんか日本のなんかワンちゃんグッズ、ペットグッズとかいいってよく言うもんね、うんうん、実際お兄ちゃんもこういうのが欲しいとか、うん、こういうの送ってくれっていうふうにはよく言われてんだけど、うん、さっき言ったひょんちゃん言ったように送れないんだよね、うん、餌とかが。そうそう、結局なんか病原菌だとか、うん、そういうの問題で送れないと、うん、送っても向こうの方で没収されちゃう、ね、そうそうそう、が日本に来る方法はないかなと考えてお姉ちゃんに言ってたけど、うんうん、さっき調べたんですよ。ああもうそんな考えしてたんだそうそう、この子を日本に連れて行ってやりたいと。そうそう、でもそれ時間もかかるし、うん、お金もかかるし、できるかできないかも分かんないし。そうなんだ、厳しいんだね、うん、そういうのが。あの一番厳しいんだって日本とイギリスが。へえ、うん、だからさっき言ったね、餌とかと同じように、うん、もう病原菌だとかそういうのが問題になると、うん、ふるさとじゃないですか、脳裏にな日本がねそっか、韓国で高く買ったらしいわ、うん、高いんだね、うん、まあ、日本でもまあまあするじゃない、うん、柴犬ってね、うん、韓国に行ってもっと高いんだ、自分の株を売れてでも貯めてて財産を追い払ってワンちゃん買ったとそれぐらい可愛かったね、うんうん、あの韓国でワンちゃんが3万、うん、3万円
から、うん、値段としてさ、はいはいはい、でもあの子は15万円だったか、うんうん、そう、まあ、大体の相場の5、6倍ぐらいですよね、うちのお兄ちゃんも面白いんですよ、あのノーリ可愛くねえブスだよあの子って言ってるけど、ノーリね SNS も作ったりノーリと一緒に同じベッドで寝たり変な人だね、変な変態変態もうそ本当はめちゃくちゃ可愛がって可愛がってくれるわ、うんうん、本当に、うん、で、まあ、ノーリは日本には、まあ、来るのは難しいと、そうですよね、うん、本当はね日本に友達はいっぱいいるんだよって、うん、教えてやりたいけどね、うんうん、韓国じゃお前と同じようなやつあんま見ないけど、そうそう日本に来りゃ本当は友達がいっぱいいるよと、うん、あなた黄色だけじゃないんですか黄色しかいないと思ってる黒もいるんだぞ白もいるよはい、というわけで今日はヨンちゃんが今度韓国に帰るときに持って帰りたいものと、うんうん、話してもらいましたけども、うん、まあいろいろこうやって考えてる間も楽しいじゃない、韓国に帰れるのはあと1週間後かなとか考えながらね、いろいろ考え、待ってるのも楽しいと思うので、またその韓国の動画は今後アップする予定ですので、また見てください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。